第一次インドシナ戦争、第一次インドシナ戦争、第一次インドシナ戦争は、1946年から1954年に、ベトナム民主共和国の独立をめぐって、フランスとの間で戦われた戦争。単に、インドシナ戦争と呼んだ場合、これを指すことが多い。インドシナは1941年のビシー政権、成立以降、 フランス領インドシナ総督との間で協定を結んだ日本軍が進駐し、普通に進駐、軍事的には日本軍が占拠し、内政はフランス側が続ける状態にあった。ビシーフランスに対抗していたシャルルとゴールの自由、フランスは、で、植民地の協力と引き換えに戦後の自治拡大を約束した。しかし、フランスの世論は基本的に植民地保持派が多数を占めており、 独立を容認する考えはなかった。1944年6月にアルジェ、アルジェリアで成立した自由フランス主導のフランス共和国臨時政府が8月のパリ解放で帰国すると日本は1945年3月に民豪作戦を行いフランス領インドシナ政府を解体フランスの植民地支配が終結したと宣言した普通印処理 これに伴って、インドシナでは保護下にあったベトナム帝国、ラオス王国が独立を宣言した。ベトナムの社会構造の基礎は家族制度であり、これを基礎単位に広範な自治権を持つ存落が形成されていた。これら存落が独自の長老会議を集約点とする自治形態を保持し、強固な団結心を維持しつつ、ベトナム社会の底辺を成した。それゆえに、 歴代王朝やフランス植民地行政機関も存落実地に容易に干渉できなかった。総人口の約85%が農業、牧畜、漁業産業に従事し国民創生産額の5割から6割を占めた。フランス植民地省はこのような経済構造を変革させるために積極的に資本投下したが、 前日の存落自治形態に阻まれ旧体依然のまま日本軍の占領統治を受けることになった。また、19世紀末頃からフランスは、存落ごとの共同経営形態である、高電制に介入し、地主制度を置き新仏カトリック教徒を地主とした。その結果、1930年には、全工作地の8割が、私有地となったが、農民の内約7割近くが小作人で、 最大期で約6%の大地主が工作地の60%以上を所有ていた。1930年代末の南部高知市などは、米田面積の82%を人口の8%に満たない中大規模地主が占有し、6割の農民は土地を持たず、その他多くの零細農家がいた。土地問題は、後の共産主義勢力の伸長の根源の一つとなる。 1945年8月15日、日本軍が無条件降伏すると、8月18日から8月28日にかけて、ベトミンが指導する放棄が、ベトナム全土で起こった。ベトミンは、ベトナム帝国の場を代、五大帝を退位させて、権力を奪取し、臨時ベトナム民主共和国政府が成立した、ベトナム8月革命。日本が、 幸福文書に調印し給戦協定が結ばれた九月二日、ハノイでベトナム民主共和国の独立宣言がなされた。一方でラオスとカンボジアは独立を取り消した。八月十五日以降、日本軍第三十八軍は幸福に備えて待機していたが、一部部隊や軍人はベトミンなどに武器を引き渡したりあるいは個人単位で合流したり、武器の引き渡しを拒否した部隊との間では、 小競り合いが発生した。事態を有料した第38軍とインドシナ植民地行政当局は、フランス本国より国家憲兵隊が到着するまでの間、日本軍憲兵隊による取り締まりを実施させた。連合国一般命令第1号、1945年9月2日、交付に基づき、北緯16度線以北が国民党軍に、イナンがイギリス軍に割り当てられ、 フランス軍が本格展開するまでの間、進駐することとなった。同年8月末には、北部ベトナムに、ロカン将軍率いる、国民党軍18万人規模の部隊が進駐。南部ベトナムには9月12日に、ルイス・マウント・バッテン教率いる、英印軍の第一陣が、上陸それぞれ日本軍の武装解除に着手した。フランスは、ジョルジュ・ティリダル・ジャン・リュー・を高等弁務官に、 任命し、軍からは、本国軍に越し団の派遣を決定し、フィリップ・ルクレール将軍を長とするフランス極東、遠征軍団が編成され、9月12日に、マダガスカル旅団を第一陣にして、出発、10月5日に先見部隊が最後ゴンに到着。ルクレールは、同月9日に、ジャック・マッシュ大佐率いる行進軍と一緒に到着した。11月までの間に3波に分かれて、 第3機械化師団と第9植民地師団が到着した。空軍は輸送機と戦闘機を中心に約100機を派遣。海軍はフィリップ・オーボワの提督を長とする護衛艦隊を率いて戦艦、リシュリュー、軽巡洋艦、フロワール、大型駆逐艦、ルトリオンファン、クーボ、ベアルンが極東海域に展開した。北部では 新中国民党軍の共産主義的政策により、本外炭鉱などで多くのベトミン系労働者が逮捕、追放された。そのため、臨時政府は非共産主義者を入閣させ、1945年11月にはインドシナ共産党を偽装解散した。以後インドシナ共産党は1951年にベトナム労働党となるまで非合法組織として活動する。 1946年2月、フランス、中華民国間で、重慶協定が締結されると、国民党軍は4月以降順次撤退した。フランスは、同協定で、国民党軍撤退の代償として、中国でのフランス咀嚼権放棄、雲南鉄道の中国渡し、廃本港自由化、在インドシナ加強に対する優遇措置などを受け入れた。 1946年2月28日と3月6日、ベトミンとフランスは予備協定を締結した。フランス連合インドシナ連邦の一国として、ベトナム民主共和国の独立とトンキン地方のフランス軍駐留を認め、相互に一時的妥協が成立した。独立宣言からこの間まで各地でベトナム人と英印軍や10月末到着したフランス遠征軍を、 巻き込んだ小紛争が頻発したマスタードム作戦。フランス共和国臨時政府とベトナム民主共和国との間では独立交渉が続けられていた。しかし、南部のプランテーション入植者たちの既得権益を優先したフランスは、1946年3月26日には、フランス権益が多く存在するベトナム南部に9月の工事品共和国を成立させた。 フランスは植民地をフランス連合に再構成し、インドシナには連合参加のインドシナ連邦を置き、その連邦の枠内での自治を認める方針を施行していた。しかし、インドシナ連邦はすなわちフランス植民地時代と同じ名称であり、ベトナム側にとっては受け入れられるものではなかった。ホーチミンをはじめとするベトナム代表団は6月から フランス本国のフォンテーヌブローまで赴いて、ベトナムの独立問題について話し合ったが、この席で、コチシナ共和国の成立を通告された上、コチシナの分離問題や、独立問題交渉で、相互情報が行われず、交渉は9月で決裂した。1946年1月20日に、突如、ド・ゴールが辞任した後、当時臨時政府は、人民共和運動、MRP、 フランス共産党、フランス社会党の連立政権であったが、与野党を問わず、植民地問題で譲歩する政党はなかった。6月1日、ベートミンは独立戦争長期化に備えて、元日本軍将兵からなる、義勇兵を教官としたクアン外陸軍中学を設立して、近代戦に対処した将校の育成を始める。1946年11月20日、 ハイフォン港での密輸船取締りに橋を発する銃撃事件は同行制圧の口実となり11月23日にフランス海軍艦も交えての制圧船となった1946年12月19日からフランス軍はトンキンデルタ地帯の核要衝やハノイのホーチ治民艦艇やその他重要施設を襲撃したその後2ヶ月間に 多くの戦略拠点を占領した。ベトミンが北部国境地帯の要点を抑え中越間の連絡路を確保すると、フランス軍は国境沿いの洋ンソンを占領し建制した。1947年2月にフランスの一連の平定作戦は完了し、中部ではダナン、フエ、プレークを占領した。防具エンザップを総司令官とするベトミン軍は、 内陸の農村地帯に退避しゲリラ戦に行こうた。5月、フランス現地機関が軍事問題は存在しないと声明し、強硬姿勢を取った。ベトミンはあくまでフランス本国政府に和平を求め4月には交渉に臨んだが、両者の要求は対立し決裂した。1947年10月のリハー作戦では、フランスは機械化、部隊1万5000人を投入し、 北部山岳地帯のベトミン軍拠点ランソンを攻撃したが完敗した。フランス軍当局はこの事実を今年勝利したように見せかけたが、すでにベトミン軍は主勢を脱し以降は正規軍による積極的反抗に出た。1947年11月29日、フランス軍はミーチャック村虐殺事件を引き起こした。戦争中、フランスは ハノイハイホンサイゴンの主要3都市を保持し、ベトミンは農村地帯の大部分を保持した。北部は山岳地帯はベトミンの画像であり、トンキンデルタと中越国境地帯は一進一退が続いた。中部高原、中部沿岸諸省、南部メコンデルタではベトミンの抵抗は根強く、やがてフランス軍は笛ダナンニャチャン周辺に狭い共闘を残すだけとなった。 1949年、現地の情勢悪化を確認した、フランス軍参謀総長は、近い将来ベトミン軍は、中国共産党から援助され北部ベトナーム制圧は、困難になるため、ハノイハイホン地区に兵力を集中し、要塞地帯して、ベトミン軍の攻撃に耐えねばならないと判断した。同年1月、ベトミン軍首脳部もゲリラ戦術だけでは、決定的勝利はできないと判断。 同年12月をめどに総攻撃に出る準備を開始した。1949年8月にソ連が原爆実験に成功し、10月に北隣に中国共産党の一党独裁国家の中華人民共和国が成立すると、翌1950年1月にソ連と中華人民共和国がベトナム民主共和国法治民制を正式承認し、 武器援助を開始した。これにより、ベトミン軍は近代化され、正規軍の規模を以前より拡大し編成することが可能となった。しかし、南部デルタや農村のゲリラの間では、以後も長く米仏製捕獲武器やベトミン製造武器が主流であった。一方アメリカは、フランスとインドシナ三国に軍事援助を開始した。1948年6月、フランスは、 高知シナ共和国を廃して、ベトナム臨時中央政府を経て、1949年6月、南部に旧現朝のバオタイを国家主席とする9月のベトナム国を成立させた。また、ラオスを7月に、カンボジアを11月に独立させ、インド市の全域に影響力を残しつつ、ベトナム国の正当性を強調しようとした。主流団や、 小型地雷や罠で手足を切断され、ゲルラ容疑の村民を殺傷する相当作戦によって、体と精神に障害を追い帰国した若い兵士の姿に、フランス本国は大きな衝撃を受けた。このため1949年には、本国軍長州兵の海外派遣が禁止される法律が制定され、極東遠征軍団は、フランス人主眼兵、現地人、モロッコやアルジェリア及び、 セネガル等の他の植民地人、ドイツ人やイリア人などの外人部隊兵で構成されることとなる。当初、フランス軍は本国軍兵士を年間4万7千人を交代で勤務させる計画だった。しかし、現地兵や植民地兵の連度、士気は低く、前線に立つのはもっぱら外人部隊兵や本国軍兵士だった。このため地区人に交代兵を利用し増員するのは、 不可能となり、実質的に増援は来ない状態とな。こうして、インドシナ戦争は、単にベトナム人民の独立運動ではなくなり、東西冷戦の一部となったが、6月に朝鮮戦争が勃発すると、米ソ中各国は朝鮮半島に注目し、ベトナムに戦力を集中することはなかった。第二次世界大戦後の第四共和制のフランスは、 国土再建とインドシナ戦争で疲弊し、アメリカに援助を要請した。1950年5月、アメリカは、要請に基づきベトナム援助計画を発表。6月には、クレーブス・アースキン少将の調査団が派遣された。10月、フランシス・ブレリンク准将率いる、軍事顧問団が派遣された。同月、ジュール・モック・フツ国防大臣とマルセル・ペッチェ、フツ財務大臣が要請し、 援助物資がインドシナに送られた。12月、サイゴンで、ジャンルトルノー海外担当大臣とヒースベイコー氏と、ジャンバフーベトナム国首相の三者会談により軍事、援助協定が結ばれた。1952年度までに、年額約3億ドル、1953年までに約4億ドルに、及び、4年間の援助送料は、航空機約130機、戦車約850両、 終停、約二百八十隻、車両一万六千台、弾薬一億七千万発以上となり、その対薬品、無線機などが送られた。また、アメリカ軍事故問題、約四百人が派遣され、ベトナム国軍など現地部隊を教育訓練した。1950年初頭、ベトミン軍は大規模戦闘は行わず各地でゲリラ戦を活発化させていた。 特に、メコンデルトとトンキンでは、簡単なき戦闘を続け、フランス軍の小規模陣地を、襲撃、次々と全滅させていった。フランス軍は小規模陣地軍を撤収させ、ラオカイ、カオバン、タトケ、ランソンに兵力を集中した。結果、兵力消耗は防げたが主要拠点との連絡線が、遮断され、天の支配に陥り各地で孤立した。特に及びでは、 カオバンの悲劇と呼ばれるほどの大敗を喫した。9月、ベトミン軍は各地のフランス軍主要拠点を攻撃し、これまでのゲリラ戦ではなく、大体単位の正規軍を投入した。これらの部隊は砲波様を装備した近代的部隊であった。フランス軍はマダガスカル、アフリカなどから増援部隊を送ったが、10月以降に国境地帯から逐次撤退した。 12月17日、ドラトルド・タシに極東遠征軍団司令官が高等弁務官を兼任し、フランス軍兵力は12万5000人となった。この頃の本国政府は、インドシナ問題の全てをドラトルド・タシに将軍に一任していた。ベトミン軍は各所で攻勢に出て、1950年末、フランス軍はハノイハイフォンな無電三角地帯を防衛するドラトル。 戦まで戦線を縮小した。1951年、ベトミン軍は総攻撃を成功させ、反抗段階に移る。1月、フランス軍は、ビンエンデノで新兵器ナパーム弾頭下で反撃した。ベトミン軍は、3月には、4月には、ナムディンと次々攻撃したが、5月に、フランス軍まで、コーガデルタの勢力圏を維持した。 1951年前半期、ベトミン軍は、正規戦の経験も訓練も不十分だったため都市部はまだ劣勢だった。北部ベトナムを抑えた、ベトミン軍だが、これゴトン・キンデルタでの戦闘を回避し、山岳部に誘引して、小規模戦闘を行い戦力再編成を行った。10月、ライチャウ、ソンラを攻撃。 11月から1952年2月にかけて激戦となったで、フランス軍は、洋商ホワビンを占領した。南ベトナムでは10月、サイゴンで大規模部隊同士の戦闘が発生した。この頃には、従来のゲリラ戦やテロ活動は減少し、組織的な正規戦闘に転換した。1951年2月、インドシナ共産党の後ろ身であるベトナム労働党が結成された。 1951年3月3日、ベトミンは、インドシナ共産党の別の統一戦線組織であった、リエンベト、レン、コシ・ベトナム国民連合会と、同して、リエンベト戦線となったが、その後も一般には、ベトミンと呼ばれ続けた。さらに3月11日には、ラオスカンボジアの国民戦線と会合し、インドシナ民族統一解放戦線が結成された。一方、 ベトナム国側は宗教団体士兵団4万人を機関に国軍を編成、7月に総動員令が発令、10月に召集が始まった。同年7月には土地改革計画を発表したが、計画は貫徹されなかった。1952年2月、ベトミン軍はフォアビンを占領、ハノイ包囲網を狭めた。フランス軍はドラトル戦の多くを保持していたが、 10月に、ベトミン軍は、北西部に三個師団を投入しで攻勢に転じ、黒川沿岸の幼少な山を攻略し、ラオス国境目前に迫った。11月、ベトミン軍は中蘇製の 120mm 迫撃砲、75mm 無反動砲を使い、フランス軍を撃退し、フランス軍は、ソンラを撤退、飛行場のある、なンに集結。 空挺部隊を投入し周辺の攻勢を阻止した。しかしラウル・サラン極東遠征軍団司令官はラオ海を奪回せず、これが戦局の転換点となり、実質的な敗北となった。1953年1月、アンケ攻防戦で、フランス軍は空母を動員し、海軍部隊も投入した。ベトミン軍はタイピン、ホアビンに進出、ハイホンミナミに切迫。 高デルタ一帯は、こ着状態に陥る。やがてベトミン軍は南進し、北部沿岸及び中部増え、ダナン、クイニョンを占領する。4月、ベトミン軍は、フランス軍の補給線と防衛線を破綻させるため、ラオに進攻。これに対しフランス軍もビエンチャンに部隊を増破、ジャール平原に空挺部隊を降下させ防戦した。フランスの報告によれば、 1954年初期には南ベトナム農村地帯の90%はベトミンが支配していた。1952年5月、アンリ・ナバールが遠征軍司令官に着任。1953年、米英仏外相会談でナバール計画への援助が約束された。この計画で1955年をめどにベトミン軍の中核隊を破壊するため、 ベトナム国軍やラオス軍及び少数民族部隊の諸整備と作戦を実施することとなった。本計画に基づき、フランス軍は8月にナサン、12月にライチャウから撤収し戦力集中と再編成を実施、また補給戦遮断を目的に空挺作戦を実施した。7月にランソン、10月にラオカイを占領し人便で、 ベトミン軍一個士団を補足し損害を与えるも、山岳部に逃走され決戦は回避された。これにより、フランス軍が自主選定した地域での撃破は困難と分かり、山岳地帯に入り、拠点にし、ベトミン軍を誘引撃滅する方針に変更された。1953年4月のベトミン軍、ラオス侵攻により、フランス軍は広域に展開せざるを得なくなったが、それは、 ベトミン軍も同じだった。補給能力を比較すれば、ベトミン根拠地の東部ラオスと中国国境からの補給路を立ち、航空機が使え、アメリカの援助が期待できる、フランス軍が有利であるとし、ベトミン正規軍主力を蓄次遠隔地に誘引し、撃滅することが提示された。敵地として北西部山岳地帯とラオス平原地帯が選ばれ、 ラオス国境に近い盆地帯のディエンビエン風を拠点とし、ベトミン軍が、この攻撃に現れたところを砲爆撃で粉砕し、周囲数十キロメートル一帯やラオス平原地帯に空挺部隊を降下させ、ベトミン正規軍を撃滅する計画となった。ディエンビエン風は、急に本軍が設営した飛行場跡があり、大規模な空中補給と空挺降下が可能で、 作戦航空機のハノの家の大袋としては限界点であり、ここを補給拠点にすることとなった本計画に対して、トンキン軍管区司令官、ルネコニー将軍は、トンキンデルタの守備兵力減少を理由に反対し、遠征軍団空軍副司令官の二個大佐は、輸送力不足を理由に反対していた。事実、コニー将軍は1953年8月に、霊下部隊を、 皆さんから、音密裏に撤収させて、戦線縮小を図っていた。1953年11月20日、カストール作戦が実施され、DNBN 風に3国艇大隊が降下、同地を占領し1万2千人の兵力と火砲が配備され、地上設備、空中補給及び、近接航空支援体制が整えれた。ベトミン軍は、 ディエンビエン風効果の一報が入ると、それまで分散配置していた四個師団の集結を決定。周辺の山岳諸民族と連携し、隠密裏に陣地に、大砲、食料を運び込んだ。また、小規模ゲリラ部隊を駆使して、各地のフランス軍を拘束し部隊移動を取得した。1954年3月13日、戦闘が始まるが、攻撃開始日から、 ベトミン軍の猛烈な砲撃が加えられ、人海戦術により、独立高地に設けた2個のフランス軍陣地は、早々に陥落した。フランス軍は劣勢となり3月末には滑走路も使用不可能になった。4月、ハノイから3個空挺大隊の派遣と、近接航空支援を増強したが、残豪に籠もるベトミン軍にはあまり効果がなかった。雨の天候は、空軍の活動を制限し、 ベトミン軍の砲撃支援を受けた野州は次々と陣地を攻略していった。末期には周囲 2km の範囲のみを過労じて放置するのみで5月7日に陥落し、生き残ったフランス兵は捕虜となった。ディエンビエン風陥落後、ベトミン軍はトンキンデルタに攻勢を仕掛けジュネーブ海岸中も手を緩めることなく交渉を有利に進めるべく各地の攻撃を実施した。 6月にフランス軍はプーリー、ダイ、ラクナム、ハイフォンを結ぶ一帯から撤収を開始、7月にハノイハイフォン回廊に撤退しここに至りフランスの敗北は明白となった。ディエン・ビエン風の戦いで敗北したフランスはベトナム民主共和国と和平交渉を開始し、関係国の間でジュネーブ協定が締結された。 これによりひとまず北緯17度線を境に両軍を分離して1956年にベトナム全国統一選挙を行うことが定められたがアメリカは協定に参加せず統一選挙を拒否し南に傀儡政権ベトナム国をありさせたそれは民主共和国軍人として17度線以北に結集した兵士と南の家族の長い分断の始まりでもあったしかし フランスは、フランス領アルジェリアなど、アフリカ植民地の独立闘争が激化すると、アメリカにインドシナの肩代わりを求め、1955年10月、アメリカの強い影響力を受けた、ベトナム共和国南ベトナムが成立、1956年6月に、フランス軍は完全撤収し、80年に及ぶフランスのベトナム支配が終わった。南部のベトは、 ゴディンデーエム政権により激しい弾圧を受け、やがて南ベトナム解放民族戦線を組織した。8年間の戦争で、フランスは航空機177機を喪失した。フランス軍は7万5千人、フランス軍以外のフランス連合軍は19千人が戦死し、7万8千人が負傷した。またベトミンは、 兵士50万人の死傷者と25万人の民間人戦死者を出した。別の推計では、ベトミン側は50万人の戦死者を出した。日本人志願兵は約600名に上るとされており、陸軍第34独立混成旅団参謀の伊川省少将佐をはじめとする高級将校から兵卒に至るまでの多くの志願兵が独立運動に参加していた。 日本人志官兵はベトミンに軍事訓練を施したり、作戦指導を行っていた。ベトナム発の士官学校であるクアン外陸軍中学の教官、助教官全員とイ務官は、日本人であった。30名を上回る日本人がベトナム政府から、勲章や気章を授与されていることが確認されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。